はい、どうもスパラです。バトルフィールド5プレイしていきます。ということで、今回はコメントであった LS26 を使ってほしいということで、このラハティ・サロランド M1926 軽機関銃を使って戦っていこうと思います。名前が長い。あとね、歪んでるか知らないんだけど、一生装備獲得のエフェクトが流れてる。これはね、もう気にせずやりましょう。この武器は普段ね、使わないね。まあ、ゆえにコメントで使ってほしいっていうね要望があったと思うわけなんですけども、まあ、なぜ使わないのか、援護兵というのはね、ひたすら弾幕を飛ばしていくのが俺は花だと思ってる。見てくれこの相談数、20発20発しかねえんだ。まあ、ゆえにね、大多数に対して戦う時や、まあ、漁夫をもらおうというそういうね浅はかな考えができない武器ではあります。でもしっかりと対面狙ってってワンオンワンを勝つ、まあ、やれて2人とか3人かなって、まあ、連射速度に関してはかなり強い方だし、威力に関しても申し分ないから、まあ、そういうね対面ファイトにおいては全然強いけど、まあ、別にね援護兵が使う必要性はあるのかなという、まあ、疑問に行き着いてしまって、この LS26 は使ってないって感じかな。まあ、外周から一生撃たれて、外周つかもう内側だね。なぜか味方がいる場所からずっとペチ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 撃たれる。分かった。これはね一生 A ポイントをねバンボールっていうムーブにはなってきそうで、今回のモードはブレイクスルーの防衛側だね。ひたすら敵はこの A ポイント、B ポイントを取りに来るんで、我々はそれを防衛すると、そんなモードになっております。このマップフィエルっていう名前なんだけどね、もう攻め側が前に出ずにね、スナイパーでずっとイモイモしだしたらもう本当に防衛側はクソおもんない展開になってくるから、ここはねどうにか攻めてもらえる口実を作っていきたいところではあるんだけど、まあ、裏から来てるね、まあ、いい感じではあるね。ただこの裏に来ている敵たちをどんどん掃討していく。3倍スコープだからできる限り中距離意識しながら戦いたい。近距離戦においてはね、スコープ覗いても当たんないときは当たんないし、どうしてもねドットサイトには負けるんで、でなんかチク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 一生打たれるなスナイパーに。なんかこれか、オケすぎる。いいね、スポットフレア助かるわ。これ耐えてくれるだけで全然石膏兵の意味が違うからね。あーでも結構近づいてきてるね。なここにねグレーをポンポンと、あなんか横にいるぞ味方が対処してくれるかなと思ったけど、どこだ、なんか分かった。でまだ手前にいるね。それ多分横にいるぞ。やられたか、ケメルシーさん、ポケ倒した。よーし、オッケーって思ったけど、また A ポイント入ってきてる。外周だろうな。いいね入りが。敵じゃなくて味方か、まあ、どっか行ったな。まあね、この前さブレイクスルーの攻撃側フィエルやったんだけどね、やっぱりねもう攻め時が大切。もうひたすら攻めて、ひたすらもう敵のね防衛能力を減らしてって、今だっていうやっぱり隙が生まれるんだよね。その隙をどう見抜くか、もうこれが大切で、味方がねもうスナイパーバックのイモイモ戦術になってきたらもう俺は終わりだと思っていい。その場合はサーバー5体質を願うか、もう頑張って頑張ってスナイパーでキルを稼いで KD を上げていく、そんな形になっていくわけなんですわ。今回は敵チームどういうムーブしてくれるかによって、私が暇じゃないか暇か、まあ、この2択が決まってくるわけですわ。でまだねあの崖のとこいるね。スナイパーでひたすら前線当てる感じか。木もあんま耐えてない感じ、攻める気がなさそう。今の裏取り部隊が最後の花だったかもしれない。よいしょ、まだいるかな。普通だといいね。やっぱり近距離戦全然強いな。いるね、上倒した。ピアッと構えながら隠れてたわ。残り1人どっかにいると思うんだが、味方がこれ前線にいるからもういなさそうだね。さあ崖にいるやつ倒しますか。この先いるんですよね、溜まったスナイパーたちが。ここにね V1 ロケットとか飛ばすね、すげえキル取れんので。現状今 B ポイントが取られてる状況、いいね展開的してるね、ありがてえわ。でこれ B 取り返しに行きたいんだが、状況が全く分かんない。この後ろのスナイパー怖いね。これ分かった。まだ右側にいたね、あれも倒しておきたいな。ナイスキラー、ナイスキラー。でこれ B 中は入れるかな。でこのタイミングで左来ないってことは、もしかしたら A 側細道通って向かってる感じかな。もう危ねえ、タイミングえぐいな。まだいるね、大丈夫だった。でこれちょっと拠点取らして、俺はこの AB 間の交通路行こうか。多分溜まってるはず、味方が撃ち合ってるっぽいね。分かった、スラット OK。 どんなんだ、木中か。あーそれ抜けねえか、くっそー MG42 にやられた。敵兵士はまだいるね、他に。分かった、
いいね、リコイルコントロールしっかりとすればまっすぐ飛ぶから倒しやすいっちゃ倒しやすい、まあ、結局ね、あこの的当てゲームになるんですわ。こんな冬景色なのにここで夏祭りが始まってます。まあなってくるとね、ハンプピストル打ちたくなるわけよ。適当に放物線上を描く。ビーコンがあったらかなりキルが取れる可能性あり、まあ、左展開してね、あいいね、ハンプピストルでワンキルは取れた。さあこれね、ビーリスから坂道通って攻めてきてるね。あ、左側展開してる。細道側いんのか。あ、ほんとは味方死んでるわ。オッケーオッケー、そこの岩を押さえよう。こっから入ってくるんで、まあ、カンプも飛ばしつつ敵前線を完全に崩壊させる。キル取れるかな。あ、ダメちゃった。いるんすよ、前。ナイススポットフレア。いいね、ありがてえ。よしよしよし。これひたすら赤点映ってるやつをただ倒すだけ。目越しでも関係ないよ、スポットフレアは。ピエールね、攻めるのむずいんだよね、こうなってくると。だどっち側に圧力をかけなくちゃいけない。ただ敵は今 B ポイント取ってるから、まあ、うまくね、この細道を使いながら左側展開してるけど、結局 B 側のリスト合流しちゃうから、あんまりここから突っ込む意味ないんだよね。お、いいね、キル取った。ハンプピストルキル美味しい。いいね、ナイスカット。よし、いいね、ここの岩まで攻めた。あとは坂道下ってるやつらを倒していきたいところではあるが、ここの前線止めれるかな。スナイパーか。突撃がいたらちょっと詰めてほしいですね。これスポットフレア落として、あ、スナイパーやられたか。いいよ、もう俺が前線で保ってるから、みんなこれ合流してほしいわ。え、ちょっと前めに詰めて、めっちゃいる、ボケすぎる。ちょっと待って、あー、それ抑えられないか。一旦これね、 B ポイント取り返しましょうか。ただ俺が A ポイントいなくなることによって失うリスクはあるけどな。いや、結構頑張ってキル取ってる感じではあるけど、これ詰めれそうかな。前にどこだ。あ、いや、ヘッドは入れたけど、いってぇな、スナイパー。オッケーオッケー。で、これ左側攻めてって、B 中合流していこう。で、まだ拠点内複数名あり。これはゆったりとね。上は広、危ねえ、上側か。上からのスナイパーちょっと痛いね。あ、いいね、細道取ってくれてる。あ、ナイスナイス、いいカット、いいカット。で、あとはこれ、土のう付近かな。木で何も見えない。倒した。いいね、ヘッドショットが決まるわけよ。で、あとは外周から入ってくるやつを想像するね。わかったよ。ダメージ入らずか。雪の反射で弾が見えねえ。これ出した。ビーナがまだ入ってきてるわ。こんだけ前線作ってるけど、どっかに行ったら入ってきて、ヒストリバイリーはちょっとお断りですね。で、B 外周はもういないか。 OK。 で、これはしご登って周辺見ましょうか。あ、まだビーナが入ってる。これどこだ。あ、倒してくれたっぽい。ナイスナイスナイス。で、それ起こしてあげたいけど、申し訳ない、もう戻ることができない。ワンカット。いやー、ルイスガンだったら今やれたな、もう一人。いや、でもやっぱりね、ワンオンワンのファイトは負けないな。援護兵武器でも、相手が突撃使っても。さあ、これ B 取り切ったから、この A、あとは AB 間だね。この先。木たがれてるから、これ、いそう。あ、いた。これ、ワンカット。よいしょ。で、グレー投げて、完璧はしたいけど、ダメージなし。奥側だね。これ、カンプで、ひたすら、継続ダメージを与えてって、嫌がらせをしていく。これ爆発ダメージないから展開したか。あー、 A 取られてんな。てえな、後ろからスナイパーだね。リスポーンスナイパーか。どうしよっかな、これ顔出せないな。上側にいるからそれ倒したい。分かった。あ、これビーコン2つ壊した。なんかおったわ。惜しい。今のうわー、不正芋スナイパー。あ、ナイス、ありがてえ。あいつどうにか倒したいな。ゼガヒでも絶対許さない。ああいうインモスナイパーは教育しねえと。OK、 倒した。OK、 ナイスナイス。で、エーナが入ろうとしてるからこれ押さえたいね。これ分かった。奥田が入ってるのか。これダメージ入らず。まあ A もなんかちょこちょこ少人数で入ってきてるだけだから、そんな恐るに足りないって感じかな。まあ、これがね、繰り返されると一体何が起きるのかというと、もうとつっても意味ねえやで、もうリスポーンでひたすら芋って、俺らもキル取れないし、向こうもキル取れないし、ただただ時間が過ぎていくだけ。そんなゲームになってしまうのが、このフィエルのブレイクスルー。不人気だよな、ここのブレイクスルー。あんま見ないもの、あんまコミュニティサーバーで見ないのもさ、やっぱりここをやりたくないっていう人が多いんだろうね、きっと。さあ、これで A ポイント側、そして B ポイント側の前線は相当した。あとはいつも通り射的ゲーム上に行くだけ。いいね、分かった。もうここをね、カットするだけで全てのゲームが終わるからね。スポット
ットフレアを落とす。もうね、手加減はしません。手加減すると失礼だからね。最近知りました。よし、今ね、これカンプピストル飛ばしてって、あ、下側行ってんね。ちょっとスナイパーで抑えられないか。よかった。いいね。これまだ来てるっぽいな。どっかにいるはず。いないか。大丈夫だ。オッケーオッケー。出てくるやつをただ待つだけ。これちょっとカンプで赤点映ってるところにひたすら飛ばしまくるか。グレポンポンとダメージ入らねえかな。うん、無理そう。あー、釣りキル美味しい。ぶっ刺さったね。ビーコンも壊れたか。ビーコンで湧いてきた敵がもう一気に3人相当されるかしら。下がいるな、これ。あー、分かった。あっねー、前出すぎるとね、いつの間にかそこにいるんだっていう時にやられるから気をつけないと。これ A 中若干目入ってるね。で、後ろ味方がやられてるから、これまずいかも。この裏取りは阻止したい。こういうのに気づけるかどうかだけどね。もうこれ前にばっか集中してるといつの間にか寝首をかかれますよと。うん、僕がたかれてるからわからんな。あんまりとつけてもね、リスポンから、お、いた。いつから撃たれるからね。で、いつの間にか死んじゃう。もう結構痛いんだよな、射線が。なんで俺狙われてるって状況やから。お、いた。いいね。で、これで A 中はすっきりすっきりと。さて、的当てゲーム開始よ。ずーっとこれ、カンプピストル飛ばして、お、ビーコン壊した。これでね、芋ってるやつらをあぶり出すってわけ。赤点映ってるね。これやれそう。岩裏か。おー、刺さった刺さった。いいね。そのカンプピストルって手投げ弾をね飛ばすんだけど、まあ、それを一応ね投げ返すことはできるんだ。ただリスポーン地点付近はね、結構岩も多く、まあ、障害物が多いと。そうなってくるとね、投げ返すとね、壁に跳ね返ったり、あとね、味方の方にプーンって飛んでって、いつの間にか味方が死ぬみたいなことが発生するんだよね。まあ、ある意味ではオンゴールが発生するわけだ。俺はカンプの悪魔になるよ。嫌われるんだよな。コミュニティサーバーでもカンプピストル禁止っていうサーバーがあるからね。あー、美味しい美味しい。これね、ギスギスが起きるんですわ。なんでこっちに投げたのって。実際そうなる。だけどそれはね、なぜそんなことが起きるかというとね、固まってるからなんですわ。どんどん前出てきてちょうだい。スモーク耐えたりして、うん、ずっと打っちゃってるだけだな。あんまりこのね、戦闘区域が行きたくないんだよね。音が全然なんなくなるから。静かなる白黒アナログテレビが流れるだけだから、色合いを重きに置いてる当チャンネルではあんまり戦闘区域外での戦闘はおすすめしないんだよね。さあ、これはいないかな。よし、下がりましょう。で、これでまたね、カンプピストルポンと押す。もう作業的なんだよね、ここまで来ると。だからフィエルを俺はやっている。で、ブレイクスルーをやっている時に絶対言うことは、あ、もうどんどん前行こう前行こう、もうスモーク耐えてスモーク耐えて、もうずっと前前前、もうそもそも止まらん止まらん、もう止まることは知らん。それがね、重要なの。なんでかっていうと、こうなるから。ここを初見でやってほしくないマップの一つではあるんだよな、ブレイクスルーは。もっとね、いいマップあるんでね、ぜひともちょっと楽しんでください。ああやってね、スナイパーとかで芋ってるとね、こういうエリア外モンスターが来るから、エリア外をひたすら狩り続けるやべえやつがこれ近づいてくるよ。いや、俺が分隊長だったらな、そろそろ方面支援砲撃をここに飛ばしたいところである。うわ、すげえ溜まってる。これカンプワンチャン刺さるんじゃないかな。ポンと投げて、で、これであとは撃つだけ。よし、 OK、 2キル、おいしい。左岡展開してる。ヘッドショット2発で落ちねえか、さすがに。で、ここはね、抑え切りたい。てか、いつの間にか B ポイント取られてるわ。これ良くない例だね。このね、連戦ひたすらリス狩りしてると、いつの間にか拠点取られて全然気づかないみたいな。これは俺がある意味では反面教師になってる。それは許さん。で、スナイパー右側から撃ってるっぽいんで、これ倒しに行こうか。まあ、エリア外モンスターで俺倒した。で、これ蘇生してそうだね。俺倒した。で、1人いるから、これは衝撃グレ投げてダメージは入らないけど27。まあ、これあとはね、カンプピストル飛ばしまくって、もう前線をサーカス弾だらけにしようか。手榴弾投げないとね、あなた死んじゃうからね。で、これでキルは取れたね。オッケーオッケー、ナイスナイス。相当溜まってたね。あー、ミリだね。やれそうではある。倒した。あ、まだいるね。あ、結構溜まって、うわー、さすがに無理か。こうなってくるとね、感情の起伏すら起きなくなってきたわ。もう哀れみが生まれてくる。いいねー。これ B ポイント取り返せそうだ。こっちの前線に力を入れまくった結果、敵が集中しまくってるね、この AB 間の間に。その間に有能な味方が拠点を取りに行くと。さすがです、作戦通りだ。で、俺もう A ポイントは大丈夫かな。なんだこの僕は。敵陣営が耐えてんのかな。一
そうかな、これは。ただこれもう A と B の間挟まれて、あ、ナイススポットフレア。いや、優秀な石膏兵がいる。もうね、スポットフレア焚いてくれるだけでもね、ありがてえと思ってしまう、今日この頃。これ倒した。敵が一気には場所分かるからね、敵の場所が分かるっていうのは強いんだよな。だからそれほどスポットフレア流れたらすぐに落とさなくちゃならない、そのぐらい重要な役職ガジェットでは。さあ、これで AB 間いつの間にか制圧完了で、また敵はリスポーンからスタート。こうなってくるとやっぱりね、やる気が失せてくるわけよ。前々回かもう結構前になるとは思うけど、まあ、フィエルの突撃でね、攻撃陣営側やったけど、まあ、なぜ前にどんどん攻めていくか、これがまさに証明です。こうしなければならない、これがフィエルの悪夢。 A ポイントこれ取られちゃうね。ナイスロケット。あー、でも1人しか刺さってないか。 OK ってことはちょっと奥目か、いや中間いるな。それ倒しちゃおうか。いや、ありがたいね、拠点入ってきてくれるのは。向こうも1部隊2部隊ぐらいがずっと入って頑張ろうとしてる。 OK 倒した。でその間に俺はリスから A に来ようとする来客者どもを、まあ、返していくと。で終わりかな。あ、いそう。 OK、 僕がたかれてるからちょっとクリアリングがおろそかになってるわ。待ってるかな。お、いるね。マキル、ここまで出てくるのかっていう、最悪だよね。よし、で、完封飛ばすと。お、手前来てるね。挑戦者か、これ倒した。いいね、 LS のいいとこ出たわ。ルイスガンだったらもしかしたらぶち抜かれてたかも。 OK、 蘇生は許さない。そろそろ気づきそう、味方が。あー、なんかあいつめっちゃ前線出て、あそこでキル取ってねって。まあ、ここは実が美味しいんです。なんでかって、一通だから。この一方通行を完封飛ばしたりしてキルを取る、これがね、フィエル防衛側のキルの伸ばし方。 OK、 ヘッドショットアップね。 B ポイントがちょっと拮抗してるか、これ取り返せてないね。 OK ってなってくると、お、スナイパーいそうだね、この先倒すか。もう何も見えない、もう真っ白なマップが白黒になったらもう何も見えないのよ、もうほんまに。俺の目が悪いんかな、老眼なのかな、よくわかんねえわ。まあ、でももともとこういう雪マップ苦手だからね。おげつがとアップね。なんか伏せてたけど、あ、待って戻れなー。中さ、これ若干残ってる。あ、終わった終わった。あー、もう終わりだこれ。あと、もうこうなってくると攻めれないんだよね。残り56チケット、終わりは近いな。地獄が終わる。向こうからしてもやっとかーって感じじゃない。オッケーオッケー。このね、エリア外で戦うとさ、当たってるかどうかの音が鳴らないんだよね。だから本当に当たってるか、ちょっと下の数字を見ないといけないから、エイムがたまにずれるんだよね。何ダメージ入ってるか表記はされるからね。やっぱり完封でダメージ入るかな。入らない。この木が怪しいな。赤点は映ったけど、ギリ岩裏か。ずっと車線通してるもんな、みんな。どんどん前線が上がってきてる。こちら側が攻めなのか、そう思ってしまう今日この頃。終わりそうだし、これ一通ポジもう一回行くか。そろそろバレてそうだけどね。なんかショットガンとか角待ちしてそう。よしよし、行きますよ。お、あぶねー。タイミング悪っ。で、これでいけるか。なんだこいつら。俺が近づこうとすると来るんだよな。スポットフレア耐えてるこれ。うわー、外周いた。はーい、お疲れ様でした。ってことでこれ100キルいったんじゃないか。おー、いいね、106キル11です。素晴らしい。まあ、こんな感じでね、バトルフィールド5の動画とかも撮ってるんで、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。バイバーイ。